いや、思ったんだけどね、最近ラグビーワールドカップ始まってさ、もう日本が大活躍じゃないですかね。いやー、最近いろんな新しいファンができてるわけ。もう本当に、なんだろうな、ラグビーファンはもともと何だった？まあ、にわかラグビーっていうハッシュタグにわかあのファンですね。いやー、にわかファンが本当のラグビーファンはどういう感じかなってどう思ってんのかね。よくその会場の雰囲気はビデオを作るんだけど、今回はねちょっと違うビデオをしたいと思った。いやー、ラグビー仲間ってなんだね。いや、本当に一つの例があったんですよね。ニュージーランドのナミビア戦あったんじゃないですかね。そんな時、一人が僕の、まあ、Twitter アカウントからのメールして、彼がこのチャンネルの友達なんで、彼本当にずっと前から、最初からを見てる人なんで、ウルフパッカっていう人ですね。結構人気ある人でね、よく多分見たことある人ですよ。ウルフパックからメール来たんだけど、本当にチケット余った。で、本当にわ嬉しいなと思ったんだよね。一緒に行きましょう。いや、本当に昔からの同じぐらいのラグビーファンなんで、うん、良かったなと思った。で、一緒に行きました。会場行ったことない人はねいると思うけど、ちょっとね怖いなと思った人もいるけど、ラグビーって面白いよ、応援するのがファンになると。だからぜひこれを見て、どういう気持ちになると、まあ、ちょっとわかると思うけど、わかりやすく、伝えたいと思いますので、よろしくお願いします。It is, bro. It's gonna be close, brother. Yes. Yes. Yeah. Hats are big fighters here. Baby, you're a fucking legend. Thanks, man. Thank you so much. All about you. You killed everything. この子はさ、ワールドラグビーの。そうそうそう、わかる。いや、ラグビー仲間って面白いんですよ。このラグビー以外ね、ウルフパッカさんと僕は会ったことないんですよ。名前も知らないぐらいですからね。でもラグビー仲間ってこのもんかな。ラグビーが機会になって友達になれるんだね。Ladies and gentlemen, the national anthem is here.
までか。うん、いや多分もうチャンネルの登録者はしてると思うけど、俺は何が好きなんだ、あのまあこういうラグビーが機会になるんだね、人集まる機会とか何回も言ったことあると思うね。でもまあ新しい人はちょっといろいろね紹介したいと思うからね、あの何が特徴、何がいいのか、あぜひこれも聞いてください。いやー本当にねラグビーって見るのが本当に面白いですね、特にこのワールドカップ。いやでも本当にね別にね結構熱くならなくてもいいし、ただ僕の狙いは飲み会になるから、あとはね友達と会うのがすごいいいです。新しい友達も作れるし、本当に面白いのは区別はない、このアウェイとホームのチームはあの分けてないから、うんすごいいいなと思ってる。でやっぱこれがうん、大事になると思うけど、特に男、女の子もそうだし、これ、ノミニケーションになって、だから多分、こんなぐらいの日本語ができるようになった。もう本当にこのきっかけ、この加減になると思うからね。いやー、わかった。みんなはね、ラグビーファンじゃなくて、みんなはラグビー仲間なんだよ。今気づいた。でも本当にそう思う。ノーサイド通して、本当にラグビー仲間になりましょうね、みんな。いや本当にねウルフパッカーさんも本当にありがとうございます、あの誘ってくれて本当に嬉しいですよ。あのまたぜひ、あの多分サンウルズ戦になるけど来年も本当に楽しみですよね。あのぜひ北スタンドでもいいし、あっちももう行くので、また飲みながらラグビー見ましょうね。本当に面白かった、ありがとうございました。それでは見に行きたい人がいるんだったらぜひ機会あればぜひ見に行ってください。トップリーグもあるし、あとまあ大学もあるけど、大学のチケットはなかなか取りづらいから、だからサンウルズだね、本当にサンウルズ本当に来た方がいいですよ。東京の人だったらサンウルズ来てもいいし、来年も大阪とか福岡でもプレイするので、あのホームがかなり増えるから、ぜひあのもし機会があればぜひ行ってみて、あの楽しんできてください。それでは皆さんありがとう、またよろしくお願いします。チーズ。Thank you.